子の部屋？行ったけどドアが開きっぱなしで真っ暗だった。もう寝てるみたい。女の子なのに不用心なんだな。エアコンが苦手でドアを開けて寝てるのかも。二人で夜映えに行かない？夜映え？すぐ赤くなって神田くんほんと可愛いよ。つねきさん、そんなんで大丈夫なの？今頃みんな自分の部屋で勉強してるよ。だから？今こうしてる間もどんどん差をつけられてるってことだよ。私、他の人と自分を比べないから。萌音姉の話題には即反応するくせに。俺は勉強するからね。わかった、私もここで勉強する。それならいいでしょ。女の子を部屋に連れ込んで一体何をしてるんだ。ここは予備校の夏期講習だぞ。いいから集中、集中するんだ。くそ、腰から猛烈な背徳感がどんどん這い上がってくる。どうしよう。つまんない。やっぱりこんなとこじゃなくて海の合コンツアー行きたかった。もう勉強終わりなんだ。そうすればいいことだらけだったのに。ポートタワー見たかった。浜辺で花火あげたかった。浜辺で花火は迷惑だから。イケメンにナンパされちゃったりするの。ねえ、いいでしょ。何がいいのか。